ヤッホー、あやでーすと山本ゆうた、ま、ひゅうがこの音です。お願いしまーす。ちょっとオフモードになってるんですけど、ちょっと切り替えて、ね、はい、頑張ります。いや、マジオフだね。よーし頑張ろう。よっしゃー、よっしゃー。はい、ということでですね、今日はあのサムネである通り、ヤマト君とあやが本当に付き合ってる説みたいなのがね、出回ってるんですけど、あの一切そんなことはございません。本当なんだよね、これ。本当なの。俺もちょっと怪しいからここ座ったんで。ねえ、本当本当本当なんですよ、これは。カモフラージュで、なんかこう TikTok とか撮ってるんじゃないかって言われてるんだけど、あやとは普通に仲のいい友達。いつからあやになった。いつからあやになった。俺以下でもネタにしてそう思われてるのかもね。そうそうそう、そんな感じで、まあサムネの話は終わって、終わった、終わった。これみんな見に来てるわ。あったかやってないよ。全く釣ってない。全く釣ってないです。すぐ伝えてるから。付き合ってないよっていうことは。そうだね。はい。本当に付き合ってないです。で、今回はですね、やっぱこういろいろね、こうコラボをね、結構いろいろしてきてると思うんですけど、まあ恋バナをね、みんなにしたことがないと思って。ない。ないですよね。変にエロい話。そうですよね。なので今日は可愛い女子会恋バナ。素晴らしい。はい。お願いします。健全にね、下ネタとかなしで、純粋に。キュンキュンするような恋愛話をしたいっていう。任せて、任せました。そうなんです。俺は結構恋愛好きやから。ゆうたくんたち、なんでこれやあやのチャンネル。超ふざけてる。ええ、抜いてんだろ。質問を考えたので、それに答えてもらいます。はい。まず、好きなタイプ。おー、純粋にどんな子がタイプなのか気になりますね、大雑把に。じゃあ、もう俺パッと言う。あ、でも何回も言ってるけど、見た目はロング、ずっと言ってるよね。うん、うん、ロングで、中身は賢い人。うーん、話してて、あ、この人頭いいなとか、なんか考えてるなって分かる人がいい。なるほど、いい。なるほど、大和らしいわ。確かに。はい、僕は見た目が綺麗な子より可愛い子。意外。で、中身は自分大好き、自分大切にしてる子。ああ、じゃあもうずっと家とかいる時もみたいな。今日も使わないんだけど、やばい。まあ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 、大げさになっちゃってるけど、全然そういうのも可愛いねって言っちゃう。これ、ベタ褒めタイプだから。浦田は、ギャップがあるやつ。おー、やつよ、周りだ。ガチ感情によ、お前。やつだ。あと、ほっぺプニプニなやつ。やっぱ普段トゲトゲなのに、あの、親密になったら可愛くなる方が好きか。ああ、そういう的な。そういう経験がある。経験があるってこと。テン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 。あっちゃん、俺はもう本当、髪が明るい人と髪の色、明るい人髪の色が、やっぱ明るい人好き。金髪とか。で、最近思ったのが、小柄な人好きだなと思って。華奢な感じ、ちっちゃい。あー、かわいいってな。かわいい。怖かったね。かわいい。え、なるの。あっちゃんにかわいいってされたらもう怖いよね。ゆうたくんは。僕は外見は最近気づいたんだけど、意外とストライクゾーン広くて、一番大事にしてるのが裏がありそうな子っていう。はい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 。珍しい雰囲気の人っていう。邪悪な感じがいいんだ。だから俺とかヤマトは無理ってことでしょ。女性だったら。こんな女性がいいよね。女性は可愛くねえけど。可愛い。俺はもう不思議だもんね。ふんふんだった。あんた答えない。あのタイプ？私はいいんですよ。ね、教えてよ。知りたい。知りたい。うちのタイプは男の人みたいな。ああ、わかりやすい。男の人みたいな。すぐは入ってきやすいわ。かっこいいよみたいな。ああ、すげえいいわ。ざっくりだ。わかりやすい。尽くしてくれる人。ああ。なんでももう。が好き、大好きって感じで来てくれる。うん、もうすべてストレートみたいな。あ、すごいいいじゃん。そうそう、が好きですね。じゃあ次、好きな洋服の服装。好きな服装でいいんじゃない。好き、あ、じゃあ次行きます。じゃあ次は好きな服装。はい、オッケー。俺は女の子っぽい格好がいいんじゃない。ピンクとかそういう感じじゃなくて、例えばロングコートとか。ああ26歳みたいなね。うん、そうそうそう。ちょっとなんか高級感ある、こうさらっと着こなせる感じ。はい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 。なるほどね。逆言うと背低い人とキャピキャピ系が俺無理だから。インスタの投稿ピンク統一みたいなのはちょっと目キュインみたいなは今までないから、そういう感じかな俺は。はい、俺は普通にパーカーとか
はいはいはい、T シャツとか、トレーナーとか、そう、おとりそうにじゃあなんか、いっぱいいるわ、別に、そんなに気にしてない、あー、可能性が、そんなバリバリファッション大好きって感じじゃなくても全然 OK かな。じゃあ僕いきます。お、俺古着系ですね。はい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 、なぜ？ストリート系か古着系か、別にヤマトみたいなのも好きだけど、ヤマトが言ってたあの服装の人、横歩けないのよ多分俺の服。ああ、いや全然も言ってた、同じ街歩けないみたいな、銀座とか。申し訳ないでしょ、多分俺も合わせれないし。なるほどね、なるほどね。そのユータがよく言うのは、そのダボっとしてて中がどうなってんのか気になるみたいな。え、でガチで言ってた、一番やばいやつだ。バンザイさせて、おぬぎぬぎってすすぬぎみたいってただでさえダボダボしてんのに、ここにダボダボが溜まる。びっくりした、渋滞するわ。ダボダボが溜まるのがいいんだ。そう、どういうこと？マフラーのこの下とか。すごいエッチな思想改造だね。ガチエロいんで、ゆうたって。やだー、やだ。馬、甘ったるくなければ何でも良いです。甘ったるくさっぱりした、さっぱりした。そう、そうすれば何でも食べれます。食べ物に例えた、さっぱりした人がいいんだ。目線外しながら、だからピンクピンクとかはきつい。あー、他は何でも OK。 全身紫とか確かにきつい。あー、アンギリ君。僕はフレアパンツですね。あ、もうそれ大好きよ。フレアパンツ一択。フレアパンツ、なんか足元が広がってるような。あー、はい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 。そうで、お互い全身黒で歩きたい。あー、きついな、あっちゃんの。その願望を黒同士で。うん、なるほどね。いろいろバラバラですね、結構。どう、いけるやつ。あや、あやの、いらないでしょ、絶対。気になる、気になる。気になるよね。取り入れるから。男の子みたいな。あー、する俺らもやるぞ、それ。したいんだけどさ、帽子かぶる人ありえないみたいな誰かが言ってたんだよね、知り合いの女の子。多分そういうのある。男の子の帽子、帽子全然あり。あ、ありなんだ。一回取ってる。いや、恥ずかしいから無理。もう今やばい、どんどん上に上がってきてる。俺結構どんどん上がってきてる。気持ちとともに。こん中だったら誰？服装。服装わ、すげえ、もう自信ないもん。みんな大丈夫。みんな大丈夫。私別にそんな何々が好きみたいな、こういう格好が好きとかないから全部いけるけど、ヒューガ君横に歩いてたら直筆とかされそう。されない、されない。俺されるやん。いや、俺されるぜ。ヤンキーの女の子みたいになりそう。いや、何がヤンキー、どこ。あ、これ全然黒ズボンに変えちゃう。え、そしたらこれが、これ結構やばい。これ、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 これを外して、これ外したらこれ、顔が、顔、ファッション関係ないやん。え、ファッション、ヒゲ、ヒゲ。いや、マスク、あ、もういいね。そうなんですよ、直接歩きます。なんかちょっと怖いお兄さんと付き合ってる女みたいな。うん、確かに。あ、ほんと俺結構それさ、なんか女の子って嬉しいのかなと思ってたんだけど、最近は流行ってないんじゃないですか。あー、これ終わった。やばいね。うわー、マジ悔しかった。終わった、マジか。好きな子は好きだと思うけど、うん、じゃないですかって。大丈夫大丈夫、ごめんなさい。全然今日はあやの意見だけど、別にそんな悪くは言ってない。ヒューガ君だからいい。あぁ、ヒューガ君だからいい。もう元気。もう大丈夫、もう大丈夫。結婚願望、あぁ、何歳までしたいかとか、子供欲しいかとか。やっぱ YouTuber の人って結婚大体みんな遅いと思うんですよ。うん、でもその中でも何歳でしたいのかとか、これも相手がクリエイターがいいのか一般人がいいのか。ああ、俺は結婚願望あるよ。お、いくつ？今22歳だから25歳ぐらい。ええ、もう10年。いや、もうあの海外に住みたいから。ああ、俺ら置いてくる。俺、こいつのこの発言ね、かっこいいって思ってんだよ。かっこよくないと思ってる風。コムドット日本とって海外編ね。あー、お前の思想で動かんねえよ。別に手下でも何でもねえじゃん。お前どこにいてんねん、ここら辺。いや、めっちゃ綺麗やなと思って。早い方がいいかな、俺は。え、結構早いよ、25。うん、早い。あ、奥さんは若いうちに子供産ませてあげて。あ、なるほど、それはいい、それはいいかも。最低5。ガチ大家族やん。で、小学校までしか俺は育てない。ええ、あとは全部いろんな国に飛ばす。ああ、もう何、お前の
なんか兵器じゃねえお前の国がいろんなとこ行って活躍して別にすごくなって帰ってくるみたいな帰ってこなくていい、もう国取り少女思想エグオ全員ヤマトジュニアっていう名前それガチガチじゃないでしょいや、ガチくさいよ、ね、これガチくさいよ、ね、いや、普通に回ってない時にでもこういうこと言うから、うん、ガチ怖いな、だまあでも5人まではリアルから、うん、僕はまあ25ぐらいかな一緒かよ、さばいてるんだよだけど一応25ぐらい、本当に、まあ、遅くても30、うんうんうん、25がいいな、結婚したよ、したよしたよ、確かにしたよ、人数は1人以上、2人か3人、なんか一人っ子ってなんかちょっと寂しかったりするのかなと思うから、兄ちゃんいるからそれが楽しい経験があるからそれをさせたい、うんうんうん、はいはい、一緒になんかキャッチボールとかしていただいたり、うんうんうん、なんか女の子しか生まれなそう、いや俺めっちゃ女の子生まれそう、確かに女の子生まれそうだね、女の子に固まれてるさ、最初固まれてる、固まれてる最初やね、もうこんな感じでいくか、おめでとう、結構ね、しっきりに気合い入れてくれたよね俺は27とか、おお、でもよかった、結婚願望があって、ね、あ一緒にしたらいい、言うかと思った、27ぐらい、まあ25から27、子供は2、あーぽいぽい、28歳です、あー、なんでなんで今38歳なのに28歳結婚したかったってこと、願望があったんだね、そっか、逆算か、知れば今頃幸せな家庭を築けてましたが、しかし今は楽しく後輩と YouTube をやってる、だいぶ前からだいぶかけちゃいました、子供とかは、子供は3人、おお、いいじゃん、30歳までに結婚したい、子供とか欲しいですか、子供は2人か3人ぐらい、あ、俺もさ一人っ子はなんか嫌だな、かわいそうだな、あっちゃんお父さんはあんま想像つかないかも、俺もわかんないけどね、あやそうだね、悩みそうだしだね、あっそっか、あれかクリエイターかクリエイターじゃないか、うんうん、一般人がいいか、俺じゃあクリエイターがいい、うん、クリエイターか完全にこの仕事理解してくれる人か、あーそうですね、確かに、あみんなそうよ、うん、本当そう、俺も本当そう、じゃあ待って待って、これそうかな、全員そうですね、じゃあ次、甘えたい派、甘えられたい派、うわー、まあ赤裸々にもうこれ NG で、これ頑張ってるな、やばいくない、やばいくない、もう甘えてるもう甘えてる癖出てるな、普段オスじゃんお前俺甘えられたい派か、あ、そう、嘘っぽ、いや、ほんとほんと、絶対甘えられ、甘えたい、もう次行っちゃいますよ、次行ってください、ついてる、なんかヤマト君はじゃあどういう時甘えられたいんですか、一人でスマブラとかやってて、もう来たらかわいい、あ、私も構ってよみたいな、あ、経験ないやつじゃん、じゃあ甘えたい時、甘えたい時、甘えたい時ないよ、甘えたい時、甘えたい時、じゃあお風呂出てんだけどね、お風呂出て、お風呂出て、お体拭いてもらうとかね、結構介護やん、赤ちゃんじゃん、90か0や、欲しい願望だからこれ、甘えられたいのに、いつも甘えちゃってるの、いや、なるほどね、そうやってやめろじゃなくて、すぐ出してこ、今日は女子会なんだし、誰にせーの、カメラ忘れて、カメラ忘れて、もう女子会だよ、確かに撮ってないみたいなもんだから、うん、なんかそう強がんなくていいから、確かに強がってた、うん、甘えられたい、あー、じゃあ次、はい、甘えたい、おお、甘えたい、やっぱり俺も甘えたい、もうさ、もうさ、じゃあ俺は、俺の中で家の外にいる時はもうめちゃくちゃ勇ましく行きたいの、同棲とかしてたら、うん、もう外に出た瞬間もう俺は男だ、侍だぐらいの気持ちで社会に出て戦って、うん、飲みの場でも戦って帰ってきて、もうここは弱くていいわっていう存在みたいな、そう、同じく、誰を同じく、同じく適当なやつ、ね、だってちょっと考えてみなさいよ、俺じゃ甘えたい派ですって最初に言って全員甘えられたい派だった俺、お前チキったってね、うーわー、似合わな、やだ、何が道開けろだよお前チキンのくせに、おいおいおい身内がいじることじゃないこれマジでありかわかんないけど、うん、本当に半分半分、あー、うん、いや、なしだな、ありなんない、いや、これはなしだわ、いや、特別甘えたいとかもないし、特別甘えられたいとかもない、うんうんうん、甘えたい日もあれば、甘えられたい日も同じぐらいある、うん、
どっちが多いとかも分かんない。分かんない。じゃあどういう時にどうなる。まあ疲れた時は甘えたり、はい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 、調子いい時は甘えられたり。もうただの自分勝手男。いや、じゃあ自分勝手じゃないですよ。疲れてけど相手も疲れてる時は甘え甘えになっちゃうやん。甘え甘えはなし。それは男は我慢する。ああ、そういうのができる。甘っちゃいいよ。じゃあ、じゃあいいよ。いいですね。僕は甘えん坊さんです。言えば甘えん坊さんだよ。好きな人がいるときと彼女いるときは、うん、そうそうそう、彼女いるときはそうなる。可愛いじゃん。見てみたい、なんかちょっと動画撮ってるときは全然違った。ギャップ、ギャップ萌え。俺も甘えたいんですよ。わかる、甘えてそう、うん、甘えたい。単色で言ってる人たちはさ、甘えられたくない。いや、全然、いや、うん、甘えられるのはもちろん嬉しいし、いつでも甘えてもらって構わないけど、願望は甘えたいの。どっちが強いって言われたの。次。あ、はい。だから、いや、これは、ね、気になる。これだけはね、キャラクター的に気になるわ。これはさっきの、いや、めっちゃ気になる。これは気になってしょうがない。それこそ、ゆうたくんと一緒かも。あー、確かにそう。半分半分。マジそうだよね。うん、確かにそうだ。そうですね。確かにそうだ。お前角つくわ。角立てて、角立てて、混ざってます。あっちが疲れてたらちゃんと癒してあげたいし、みたいな。夜の雰囲気になったら甘えたいし。うぃー、もう可愛らしい。やばい、みんなエロい目で見てない。やばい、今日セキララ会ね、ちょっと今の面白い。でもあやが確かに甘えてるとこ想像できないってみんなに言われる。うん、できないね。甘えるときは甘えちゃうかなみたいな。やだ、このテンションの人がどう甘えてんだろうと思う。あんな偉い目で見ないで。みんな目の、なんか目の視線変わったなって。怖いですよ。気をつけます、これ気をつける。ごめんごめん。じゃあ次、同棲したい派かしたくない派か。みんな同棲経験ないもんね。本来の気持ちとか妄想っていうか、願望。俺同棲したいかな。俺映画好きだから映画とか一緒に見たい。あー、確かに。家事は女にやらせる派ですか。え、できることは俺やる。あー、え、掃除。嘘やん。掃除は俺めっちゃやるよ。掃除してるね、自分ちは。飯は作れない。まあ、そうだね。でも、風呂洗える。うん、ゴミ出せる。はい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 。これは俺ができるわ。掃除系ができるんだ。うん、同棲昔はそんなにしたくなかったんだけど、 YouTube 始めてしたいって変わった。ああ。忙しすぎて。わかる。帰った時に彼女がいるだけでやっぱいいもんね。確かに。絶対絶対絶対いいよ、これは。超わかる。俺も同棲したい派。意外、意外すぎた。いやけどこの理由と一緒よ。会えないのはきつすぎる。で、帰ったらいるっていうのがやっぱ最高。確かに。寝ててもいいからいてほしい。ああ、それでもそれだけで全然嬉しいね。いいですね。いいな、最高。いや、いいね、超いいわ。いいですね。うらだ、したい派です。じゃあもう帰っていた方が幸せ。もう本当に多分そうなっちゃう。いや、一人の時間とかなくなりますよ。俺らね、多分それがどっちみちないからなんだよね。今か、編集、撮影、飯、寝るだけだから。そう、一人の時間がないから、飯、寝るを一緒にできればっていうんでしょ。そうだ、そうだ、そうだ。一人の時間なくね。そうだ、すごいね、みんなしたいですよ。僕もしたいです。あー、したいんだ、やっぱり年取ったんじゃね。うん、遊びたいとかいう感情がね、ちょっとね、薄れてきてる最近。ガチやばいね、やばい。私、したいけど、ずっと言いたくないタイプなんですよね、私。なんか、あの、半同棲ぐらい。あの、もう荷物めっちゃあって、いつでも泊まりに来れる状況がいい。なるほどね。はい、それもいいよね。うん。では次、ちょっと出かけたい派か、家デート派か。俺は絶対出かけたいかな。いわゆるプラン立てるタイプ。うん。ああ、いいですね。マジ決めるね。で、ね、景色いい場所か、空気いい場所がいいかな。人混みとかじゃん。そうそうそう、田舎とかね。うん、毎日やっぱね、仕事してるから、気分のリフレッシュを一緒にしたい。確かに確かに。僕、外に出かけたい。だから大和と一緒で忙しいから、まあ本当に旅行とかも行きたいかな。温泉とか。あー、いい。僕はインドア寄りかな。ぽいぽい。旅行とかももちろんいいけど、あの、休みできたら毎回旅行とかじゃなくて半年に1回とか。で、なんか初々しい旅行にしたい、毎回。あー、なるほどね。久々に外出したね。じゃあもし彼女がめっちゃアウトドア派で、今週も出かけたい、今週も出かけたいとかだったら、
あーけどそしたら合わないかも。分かれちゃう。いや多分合わせるよ、うん、嫌な顔はしないけど、うん、忙しくて行けなくて振られる。あー確かに。今週も行けないの、来週も行けないの。これもユタに似てるかも。いいな。あの3週間に1回とか、3回やったら1回とか。やり方いかつかった。超怖いんだけど。なんか夜景とかもいいかもしれない。確かに確かに。いいじゃんね、フラット。夜景、夜景、めっちゃいいよ、夜景は。だけどさ、オフが決まってさ、その前日から夜夜景行って、帰ってきて次の日朝ダラダラとかめっちゃよく。ああ、すごいすごいすごい。それが一番いいんだよ。めっちゃいい。夜全力で遊んで。そうそうそう。で、夕方ぐらいに起きて、ちょっと鍋食っちゃう。ああ。みんな年食ってんな。ねマジで回答がおっさんだ。フレッシュじゃないもんね。ディズニーとかいないの。あー確かに。俺もインドア寄りかな。そうそうそう。たまに出かけて、それこそ予定のないドライブとか好きで。あーいいや。迷う。そう、どこでもいいよって言われて、そう、ガチガチじゃない。適当に運転して、いいとこを探していくみたいな。そういう経験があるんですか。特にないですよ。あ、夢夢ね。うん、夢ね。そうだね。なるほど。私はアウト。あ、遊びに行きたい。いろんなとこ行きたい。例えば、例えばそれこそ温泉旅行とかスノーボーとか。ああ、できます、できます。あ、できるぽいね。行こうよ、今度。行きたい。まだ行ってないんですよ。あ、そう。ええ、みんなで行こう。はい、めっちゃ前ですよ。どっち？誰が一番前ですか？俺全員一番前。ユマが一番前。全員ギリ。ギャップ萌えじゃん。マジ行かね？行きたい。行きたい。どうすりゃ甘えちゃったら。めっちゃ嫌だ。もう大爆笑だ。次、うるさい系女子かおっとり系女子。あー、極端で行くとどっちってことか。はいはい。もう圧倒的にうるさい方がいいの、俺は。俺ゲラが好きなの。ユーチューブ多いですよね、ゲラ好きな人。男女関わらずゲラが好き。場が明るくなるから、確かにゲラな人がいい。僕も山本くんと一緒です。もう超楽しい人がいい。あー、そうですよね。ゆうたくんとか。俺はおしとやかなゲラ。あー、ずるい。ずるい、ずるい、ずるい。ずるい、回答ガチズル。僕どうするこいつ。違う、騒がしく笑う人が好きじゃない。あー、静かにあーって笑う子がいる。おい、そりゃそうだよ。あー、悪口言われてます。いや、あやちゃん悪口言われてます。いいよ、いいよ。ゆうとかあやが嫌いってことで次。嫌いだね。理想はやっぱおしとやか。でも多分現実的に考えると楽しい人の方がいい。今の終わりなんだ。ねね、うーん、本当だね。いや、なんだろう、うーまもやっぱ疲れてるからね。笑わせてくれたりしてもいいのかね、楽しい。迷うなぁ。でも明るい人ですね。そうなんだ、意外。いや、俺が喋んない分ずっと喋ってるのを聞きたい。はいはいはい。そう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 、僕たち。そうそうそう。めっちゃモテるのも、こういうタイプは。話聞いてたいっていうのも。誰がモテないね。うん、誰がモテない。全然誰がモテない。いや、モテるけど、どっちもいいけど、どっちの要素も入ってるといい。なるほど。だから佐藤じゃん。あー、ずるい。バランスね。だって回答もバランスいいし、バランスね。みんなありがとうございました。はい、あや、完全にうるさい人。あー、わわわしたい。もうずっとうるさくてもいい。なんなら、でもずっと爆笑してたいですね。笑わせてほしい。あー、なるほど。それであやも全力で笑うから。あやちゃん笑ってるとえぐりたくなるもん。もっと笑って、もっと笑って、もうどん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 。やめて、やめて。えぐってるわけ。揃えてるから。溝つきみたいな。揃えてるからいい。大丈夫だよね。揃えてるからいい。もう月だもんね、空手。ちょっとでもずれたらダメ。ダメ。ねえ、なんでそういうことすんの。だって。ねえ。お前骨バカかてや。ということで、皆さん目をつぶってください。え？いや、目つぶって。え？何？ちゃんとつぶるよじゃん。うん、ちゃんと目つぶって。え、何？いや、キスだよ。ガチ一番回答が一番良かった人ってこと。あ、私が一番全部。やめなさい。やばすぎ。じゃあちょっと口元もうちょっと開けといて。あ、はい。ええ、怖すぎる。やめて。影がやばい、影がやばい。何？変わったんだ。何？何？パニックにならないで。何？何？何？待って待って、その何？何？何？やめて、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 やめて。じゃあ、じゃあ、じゃあ、待って、やめて、やめて、やめて。マジなしよ、お前。いきまーす。はいはいはい。せーの。
100万人おめでとう。すげえ嬉しいわ。嬉しい。これはぜひ見てもらいたい。ちゃんと考えました、ホムドットのこと。嬉しい。あやちゃん、これは嬉しい。かわいいでしょ、あやちゃん。かわいい。かわいいでしょ。ちゃんとホムドットのこと考えてる、かわいい。本当にいいよ。いるよ、あげるよ。嬉しい。なんだろう、嬉しいわ。じゃーん。これ。手を癒すやつ。投げられてガチ。そう、みんなね、やっぱ編集とかで目疲れてると思ったので、うん、皆さんに癒されてほしいと思って。うーわー、やばい。やばい、いい音が出てる。いい音が出てるよ。いい音が出てるよ。そういう目で見ないで、ほんとに。そういう目で見られてる。嬉しい。見られちゃうよ、こんなもん。あやだけじゃやっぱ癒せないので、みんな、いや、これをあやだと思って。複雑だわ、このところに。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで100万人本当におめでとうございました。私もすぐ行くので、そうね、待っててください。待って待って。バイバーイ。